今度こそ俺が君のヒーローになる。巻き戻す個性。もう一度、あの優しい手に。エリちゃん、助けろ緑アイズク。今度はしっかり掴み続けるんだ。返せ。あんなこと、もう絶対にさせない。蹴りをしようとして、吹っ飛んだのか。使い方も能力も教えてないのに。だとすると、足が。奴は緑谷とエリちゃんを追って地上へ。デク君、何もしあんのはちゃうやろ。未来なんて何かってなんか変わらんやろ。壁の穴の先、ミリオンがいるはずだ。頼む。体が熱い。僕は 100% を出していた。なんだ、体が内側から引っ張られてるみたいな。人間を巻き戻す、それがエリだ。呪われてるんだよ、そいつの個性は。俺に渡せ。とっても優しい個性じゃないか。ワン・フォー・オール・フル・ガウル 100%!としての流れ、変異が起こる前の形へと巻き戻す。エリちゃんの力が強まってる。チサキ、また喧嘩したそうじゃねえか。見せしめにして存在をアピールしなきゃダメだ。だがやりすぎなんだ、おめえはいつも。俺の道から外れたことはすんじゃねえよ。必ず実現してやる。俺の考えが成功すれば、八斎会は必ず。エリの肉体が元である以上、市場を独占支配できる。うちの考えに背きてえなら、おめえもう出てけ。黙って見ててくれ。親父は恩人だ。そいつもこいつも俺の邪魔をするな。みんなを助けるヒーローに。なれるかよ。私は見た。チサキが逃亡に成功し、私は見ていない。こんな未来を。その未来をねじ曲げる。エリちゃん、怪我はない時は。デク君が、けど様子がおかしい。いや、止まって。